はい、どうも皆さん、こんばんは、レトゲー通信です。任天堂スイッチ版プチコンフォースマイルベーシック、今日も、プログラミングのお勉強をしていきたいと思います。一応前回ですね、じゃんけんゲームの骨格の部分は完成したんですけども、ちょっとゲームっぽく少しずつデザインの方も少しやってみようかなというふうに思っております。スプライトは使いません。もっと見栄えとかね、そういうインターフェース的なことを少しずつ調整して、デッキを少しずつ良くしていきたいなというようなふうに考えております。できます。コントロールね、あ、はいはいはい、これかな、じゃんけん01、はい、あ、はいはいはい、来た来た来た。そうそうそう、実はですね、私セーブの仕方が分かんなくて、再開しようとしたら全部消えてて、一回同じものを書き直してるんですよね。若干ちょっと全く同じようには作ったつもりですけども、若干微妙なところは直したりとかもしたんですけども、そういったところも踏まえてではいきたいと思います。そうそう、少しね、いろんなことがね分かるようになってきちゃいまして、まあ、ではまず普通にまず実行してみましょう。もうじゃんけんはっていきなり来ますんで、あなたはパー、あ、コンピューターはパー、あなたはグー、負けですと。負けです。負けだけ。引き分け、あいこで負けです。負けるね、私ね。あいこで勝ちますと。勝率が、一応5割になるはずなんですよ。なってるんですよ。なってるはずなんですけど、まあいいや。特に勝率は私いじってませんので、あれですね。ではまず、もう一回戦いますかっていう促しを作りたいと思います。そっから行きましょうね。あ、ちょっと待って、先にもっとやらないといけないことがあったね。ごめんなさいね。これで4とか入れた場合ってどうなんのっていうとこですよね。これがちょっと困ったことになってまして、これを無効にしてくれないと。例えば、A とかですよね。A だとこういうふうになるのか。これ結局は何か入れなさいよで、数字6とか入れたら除外してくれないっていう、これちょっと困ったことになってますんで、これをまず直すとこからいきましょう。ちょっとまた例のごとく、コンピューターはちょっとグーをしばらく出してくださいって設定にしておいて、ここですね、GoTo はね、こうなってないといけないな。ここに、それ以外、これ入れましょう。それ以外は、例えば1から3を入力してくださいと入れさ、ああ、こっちが、これプリントですね。A です。で、ここにプリントが入らないといけないか。プリント、1から3を入力してくださいっていうふうに出て、これも GoTo で、アイコと同じところに飛ばしても問題ないような気しますんで、アットマーク、アイコさん。今入れたのは、1、2、3を入れたやつは定義して、組み込んであるんですが、それ以外を入れちゃった場合、間違って4とか、今言った6みたいなのを入力した場合、もう一回ちゃんと入れてよねっていうふうに言うのが多分必要ですんで、それをちょっと入れました。ちょっとテストしてみましょう。じゃんけんで、例えばここで4なんて入れてると、1から3を入力してください。コンピューター一応グー出してるけども、これを、もう一回6、1から3を入力してください。ちゃんと1を入れると、ゲームが進むと、そういう風になってますね。はい、OK です。
私は同じように全部、入れておきましょう。これは 今いらないような気します。とりあえずこれで、4とか1から3以外のものを入れたときに出てくるメッセージをちょっと作ってみました。まあ、ちゃんとやってよっていうことですね。お次したら、作るのはもう一度対戦しますかっていうものを作りたいと思います。アットマーク、じゃあスタートあたりにしておきますか。アットマークスタートっていうのをちょっとここに定義、ラベルを作っておきます。一番頭ですね。もう一度対戦しますかは、ここの if 文が終了したこの位置になると思いますので、そうですね、プリント、もう一度対戦しますかと。こんな風にしましょう。で、インプットになりますよね。インプット、ひたすら対戦しますかなので、ちょっと長いけど、再戦っていうのをちょっと作ります。いや、長いね。R にしよう。インプット R、 もう一度対戦しますかでしょ。プリント1、はい、あら、はい、2、いいえと。で、インプット R ですよね。で、ここに if 文をかましますと。いや、もし、if、もし、R、R が1だった場合、go to、マークスタートでしたっけ、スタートに飛んでくださいよと。で、エルスの定義って必要かな。そのまま終了でいいような気するんで、ノーなん、いいえの場合はちょっとこれでテストしましょう。全然、やっぱりエンドイフかない、あ、エンドイフか、そうだそうだここしとりないといけないですね。そうっすね、これでいかがですかね。まずじゃんけんのあれが来ますよね。で、1でって、アイコはまあ普通にアイコでやって、コンピューターパーターの時勝ちです、もう一度対戦しますかが出ますよね。これではいを押しましょう。するとじゃんけん、もう一度対戦しますか、これいいえは終了すると。でこう見てると非常に見づらいですよね。っていうのはやっぱりスペースがちゃんと入ってないから見づらいっていうので、ではスペースを入れていきましょう。まずグーチョキパー1 CPU グー相手はグーアイコで、まず勝ちですとか負けですの後に開業が一つあると見やすくなると思いますので、そこに入れましょう。1個ずつ入れてもいいんですが、ここでいいと思うんですよね。私入れると、ここプリント、ただ開業って普通にこれでなるのかね、これが分かんないんで、適当に1個スペース入れとく。じゃんけんですよね。まずグー入れますよね。あいこで、これもしゃあないんで、あいこ
あ、はいはいはい。これで1行空いてくれましたね。さらに言うと、アイコでの上にも1行スペースあると嬉しいですよね。この感じだと。そういったところをちょっと直していきましょう。ってことは、それぞれにあのアイコの指定をしたこの位置ですね。アイコでっていう後に、1行、違うね。うん、なんだ、うん。ここの1個上か。ここですね、きっと。これ、ただの開業ですんで。本当はもっといい方法があるのかな、開業を入れるっていうのは。わかんないですけども。ほいほいほい。ここですね。これでいいんじゃないでしょうかね。じゃんけんですよね。チョキ出しますよね。あ、はいはい。で、あなた、CPU はチョキ、あなたはチョキ、あーいこでっていうところに1行スペースが入ってくれましたね。CPU はグー、あなたはパー、勝ちです。もう一度対戦しますか。はい。ってなると、今度、ここが今度狭いので、もう一度対戦しますかの、下に、あ、はい、いいえの下に、もう一個開業を入れましょう。これは適当に終わらせましょう。はい、いいえの下、ここに開業を入れるのが簡単なんだけど、ここに入れるかしたよ。これでどうですかね。で、じゃんけん、グー、あんたグー、あいこで、グーパー、勝ちです。あなたはパー、勝ちです。もう一度対戦しますか。はい、いえ。だいぶこれで少し見やすくなってきましたね。で、これではいにした場合はちゃんと出るかな。あ、ここはやっぱり一行必要ですね。ってことは、これはもう一度対戦しますかのケツに入れるんじゃなくて、上に入れないと格好が悪いですね。一回では適当に終わらせて戻りますと。ってことは、開業を入れる場所はここではなくて、上の方ですね。よいしょ。このスタートの、ここにはないとダメってことか。これでいかがでしょうか。じゃんけん。1行下がってくれましたね。スタート地点から。もう一度対戦しますが、はいを選びます。で、じゃんけん。負けです。もう一度対戦しますか。いいえと。いいえ。少しこれで見やすくなってきましたね。お次。連戦したときに、何連勝中ですっていうのを出したいですね。ただいま何連勝中です。ってことは、まず、どこにどう表示するかっていうと、スタートのところですね。一番上の、グーチョキパー。でもどこに出そうかね。じゃあ連勝しているっていうので、連勝 L とかにしときます。 L イコール最初ゼロですよね。L20 を代入しなさいっていうのを一応ここに作っておきます。で、これは何かっていうと、今何連勝してるのっていうのが分かるってやつですね。
入れましょうか。邪魔になるかもしれないんで、後で変えるかもしれない。とりあえず、現在、セミコロンでしょ。で、ここに、L が入りますと。伝承中。これでどうでしょうかね。現在連、何連勝中と。だけど L はイコール0っていうのをここで入れちゃってますんで、そして勝ってもプラス1まだしてないので、おそらくずっと0連勝っていうのが出るはずなんですが、ちょっと試してみましょうかね。現在0連勝中、じゃんけん。じゃんけん、はい、言いましたよね。負けです。もう一度対戦しますか。はい。現在0連勝中、じゃんけんですね。邪魔だね。邪魔ですね、割とこれ。本当はなんかちっちゃくね、横につけれたらいいんだけども。まあまあ、とりあえず、後でそれを辺は考えるとして、ちょっと終わらせますね。これが連勝してると、プラスになっていくっていうことをやらないといけないですね。で、負けた時点で、ゼロになるよっていうことをしないといけませんので、まず、例のごとく、そしたらまずコンピューターには、ちょっとしばらくグーだけしか出さない設定にしておきますね。で、グーのところを直していきます。まず勝った場合ですね。ここですね。パー勝ちですと。ここに、L イコール、プラス1でいいのかな ?L プラス1。あ、わかった。L イコール、L イコール L プラス1か。そうそう、プログラミングではこういう式になりますよね。これはいいですよね。L イコール L プラス1。勝ったんで、現在の勝ち数に1を足し足すのを新しい L にしなさいよっていう意味ですんで、L イコール L プラス1と。で、次、負けたところですね。負けた人は、連勝が途切れますので、もう、L に、L を0にしちゃいなさいよと。L イコールイコールかしたら。違うね。L イコール、L に0を入れなさいですね。L に0を入れなさいと。こういう風にします。これでうまくいくかをテストします。文法間違い17行。17行。あ、はい、すいません。すいません。現在0連勝中、じゃんけんですね。相手はグーしか出しませんので、ちょっと、そしたらまず、3連勝ぐらいしましょうね。CPU やガンタはパワー勝ちです。もう一度対戦しますかで、はい、選びます。現在1連勝中、まあ1連勝っていう言葉は変ですけども、まあ勘弁してくださいと。で、これも勝ちましょう。うん、はいはいはい。で、もう一度対戦しますかですよね。現在2連勝中。OK ですね。で、これは負けましょう、次。あ、負けます。負けですと。もう一度対戦しますか、1。はい、と。そうすると、現在0連勝中に戻ると。そんな感じになりますと。0連勝とか1連勝ってなんかかっこいいですけどね。そうか。私が2を出さないと負けないんだね。いいえと。これで連勝してる場合の、表記ができましたと。少しなんかあれですね、ゲームっぽくなってきましたね。あと気になるは、ダーッと連続して出てきてしまうので、この CLS っていうのをアットマークスタートの中、要はアットマークスタートをここに持ってきたいんですね。スタートここに持ってきて、これはなくなりますよと。こうすると毎回再生したたんびに、画面がすっきり綺麗になるよと。で、アイコンの時はアイコンここからのループになるので、この辺は表示出ませんよってことですね。もう一回ちょっと実行しますね。
じゃん、現在0連勝中、じゃんけん。グー、グー、あいこで、チョキ、チョキ、もう一回チョキ、適当に出して。お、ずいぶん粘るね。もう一度対戦しますかで、勝ってますんで、まあ、対戦しましょう。あ、そっか。ちょっと待ってね。肝心なこと忘れてた。L イコール0と L イコール L プラス1をこっちに入れてない。じゃんけん。あいこでしょう。負けです。もう一度対戦しましょう。もちろん連勝は続いてませんので、負けです。もう一度対戦しましょう。じゃんけん、チョキ。勝ちです。で、これでた、もう一度対戦します。はいにすると、現在0連勝中が増えないと。うん。これはどう？増えてかないね。ってことは、どっかの、あ、わかったわかったわかった。これだ。だここで L イコール0があるから、強制的に0に戻されてんだ。スタートに戻ってますもんね。だから、これ取ればいいのか。でも L の定義してないけど、0って出てくれる？それが心配ですね。L って何ですかって言ってこないから。あんた言ってこないんだね。じゃあ、勝ちました。そうすると、俺1連勝中、1連勝負けました。もう一回やりますよ。そしたらこれ0に戻りますよね。アイコでしょ、勝ちました。もう一回いきましょう。じゃんけん、チョキ、負けました。もう一度いきます。これ連勝が切れますと。ここまで問題ないですね。はい、ではお次、もう一個やりたいことがありまして、やってた通り、なかなか連勝しにくいよという感じではありましたので、少し勝ちやすくしたいと思います。で、勝ちやすくするったらどうしたらいいのかっていうのが出てますよね。どういう風にするのが勝ちやすくなるのかっていうこともあるんですが、連勝が楽しんでいけるような感じにしたいと思いますんで、そうしましたら、ここのスタートの中のここに作るか、ここに、そしたら AVG アベレージ、アベレージじゃないんだけど、AVG っていうのを作りましょう。ランド、これは、1カンマ100で、これで0から100が出ると思うので、AVG っていう乱数をちょっと用意しておきます。ここにですね、if、もし、AVG、まあ、作った AVG が、イコール、これが、50以上の数字が出た場合、50だと勝ちすぎだね。70以上の数字が出た場合、要するに、70以上の数字の場合は強制的に勝ちましょう。強制的に勝ちましょう。プレイヤーがイカサマ勝利ってやつですね。 P が1入れてた場合はプリント、プリント、プ
風鈴と、あなたは、グーですよね。グー、勝ちですと。ブイッと。これ、イカさんまで勝ったよって、一応、後で消しますけど、マークつけときましょう。で、if、p の、p が、2が入れられた場合、2が入った場合は、プリント、CPU は、自分がチョキ出してるんで、相手はパーですね。パー。同じように、プリント、あなたはグー。違うね。あなたはチョキだね。に入れてるから。チョキ。オフ。またチョキ。勝ちです。チョキ勝ちです。V。まあ、イカ様で勝ったっていうマークですね、これ。if、もし、p の、値が、これ3だった場合、要は、プレイヤーがパーを出した場合ですね。プリント、勝てないとね、面白くないと思うんで、はコンピューターってやってるもんですからね。コンピューターグープリント、あなたはパー、勝ちですと。 VVV if、 あ、else if ですね。これ抜けてるんでしか、ここも else if ですね。 else if 3の場合、else、それ以外はあるんだよね。1から3を入力してください。 go to アイコンがありますね。 else print、 1から3を入力してください。入力してください。 go to アイコンか。go to アットマークアイコンで、ここで if 文を切ると、end if ですね。で、それ以外の場合はってことになるよね。 if、 もしこれでもう一個 end if いりますよね。こう end if、 if になってないけど end if と。で、このアベレージが70以上出るた時は強制的に勝てますよっていうのをちょっと組み込んでみましたんで、これを実行してみましょう。15行目がおかしいよと。これがおかしいってことですね。もし AVG が、あ、そりゃそうっすね、全然入ってないもんね、の場合、
これでどうですかね。中国行目何個かしいね。FMA が。あ、ダイナリコールとかだから、本来こっちにコールつかないといけないってことですね。これでいかがですかね。じゃんけんいきますよ。CPU はチキャン対グ勝ちです。V だけど、もう一度対戦しますかが来てないってことですよね。ちょっとまずいっすね。ちょっともう一度対戦しますかがここに入ってませんので、で、ここにないといけないんだね。そしたらね、もう一度対戦しますかってケツに言ったやつが、ここは入ってくんないと。ここにエンドイフあるからかな。このエンドイフがどれにかかったエンドイフかって言ったら、このイフ部にかかってるんですよね。ってことはいかないっすわね。それはそうっすよね。あんまりこれやりたくないけども、じゃあここにアットマーク、もう一度もう一度 V 勝利した後に、ここっすよね。Go to 勝っても負けてもここにGo to アットマークもう一度、これが入ると、これでうまくつながってくれれば大丈夫。どうすかね。現在0連勝中、じゃんけん。じゃあとりあえずグー、コンピューターチョーク、あなたグー勝ちです。 V、 私勝ってますね。 V で勝ちますね。もう一度対戦しますか出ましたね。はい、現在0連勝中。これが連勝が増えないのな、そっか。負けましたね。連勝が増えないのは、L ですね。L を足してないんですね、私が。ここが卑怯臭く勝ったやつですよね。どれで勝っても勝つんで、何を出しても勝つっていう可能性が 30% あるよっていう意識を入れてますんで。L イコール L プラス、プラス1ですね。もちろんここもそういうことになりますよね。 L イコール L プラス1と、ここも同じく L イコール L プラス1と、あ、プラスになってない、プラス1と。もうここはもう何出しても勝つよと。そういうもんですね。じゃあ実行してみましょう。テストで。現在0連勝中、じゃんけん。いきます。じゃんけんポン。勝ちです。これ普通に勝ちましたね。もう一度対戦しますか。はい。いきますよ。お、連勝中が、連勝がつきましたね。じゃんけんポン。あいこでしょい。勝ちです。V と。もう一度対戦しますか。はい。これで2連勝になればいいですね。あ、なりました、なりました。じゃん。勝ちです。これ純粋に勝ちましたね。もう一度再生しますか。3連勝いいっすね。じゃんけんぽん勝ちです。これも純粋に勝ちましたね。お、じゃんけんぽん、あいこでしょ、負けですと。でこれでもう一度対戦した時に連勝がゼロに持ってくれれば OK ですね。はい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 、はい、というわけでして、じゃんけんゲームに、もう一度対戦しますかっていう選択肢を最後につけたのと、もう一個ですね、あまりにも勝てないと面白くないので、何出しても勝てる時が10回のうち3回あるよと。連勝ってですね。
ていうのをちょっと組み込んでみました。ということはですよ、例えばですけども連勝が例えば3とかになっていくと、今度は逆にコンピューターがガンガン強くなってって全然勝ち残れないよとかいうこともできるっていうことなんですよね。例えば3連勝すると強制的に自動的に負けのパーやつが 10% ずつ増えていくよとかね、4連勝すると強制的に負けるのが 20% になるよ、 30% になるよってそういうのを足していくっていうことも可能なんですよ。まだやってないですけども、今はとりあえず勝って楽しんでくれということを考えてこういうふうにしました。本日のプチコンプログラミングのお勉強はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。